何を驚いているんです？お前は頭をいじられたのか？大丈夫ですか？無理されない方がいいですよ。この写真は？教会？何の音だ？レスリー、セバスチャン、セバスチャン、セバスチャン、写真と同じ場所。
丈夫か？ひどい頭痛が続いていました。頭が割れそうなほどの。今もですが、それに慣れ始めてます。キッドを見たか？いいえ、気づくとここにいたんです。気を失っていた間、奴らのように。まずい、行くぞ。別のタイプか。早く開けるんだ。やってますよ。時間をください。クソ。焦らないで、頑張ってください。解除します。奴らを頼みます。今度はさっきの倍だぞ。文句言ってないで倒してください。少し休もう。さっきから動きっぱなしだ。いえ、
早くここから脱出した方がいいと思います。塔に上がるか、ここの状況が把握できるし、少なくともここにいるよりマシだ。いつまでここにいればいいのかしら。気をつけてください。敵がいるかもしれません。上から狙われてます。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。これで串刺しされずに進めます。
気をつけてください。敵がいるかもしれません。他のルートを探しましょう。キッドマンは無事でしょうか？彼女は餌に使われた。まるで誰かの操り人形だ。頑張れ。もう少しだ。敵は二人です。何とかします。待て、早まるな。
ジョセフ。大丈夫か？大丈夫、ご心配なく。なぜ助けたんです？何の真似だ？もう時間の問題なんです。こうするしか。バカはやめろ。援護、行くぞ。ジョセフ、お前大丈夫か？ええ。かつては市場だったようですね。他と同じく大きな店ですね。急ぎましょう。父は厳格な人だった。誇り高く知性的であり深い信仰心を持っていた。新聞が何を書き立てようと父は教会を援助した。教会を信じどんな疑惑にも耳を貸さなかった。哀れなもの、人間のクズ、厳格なもの、教会は全てを受け入れた。救いも永遠の命も約束された。
だが私に奪えないものなどなかった。最近機敏さが落ちてませんか。ここがどこか分かるか。時代も不明です。この建物は中世のように見えます。だが電気が通ってる。エレベーターもね。現実じゃないみたいだ。まるで記憶を混ぜ合わせたような。しばらくここに隠れよう。あなたもこんな感じでしたか。あの事故の後。俺は自分に銃を向けたりしない。そうですね。あなたは密かに酒に頼った。完璧な人間はいない。仕事への影響はなかった。あれは内部監査のせいだ。私が告発したのはあなたが心配だったからです。セバスチャン。わかってるさ。今なら抜けられそうだ。パートナーが必要だ。頼りにしてるぞ。手がかりか。ええ、何かのシンボル。カルト教団のような。役に立つかも。もう大丈夫です。さあ、行きましょう。
待ってください。先がどうなってるか見てきます。大丈夫か？ええ、ヒットマンです。もう一人は？見てください、これは使えそうです。上から援護します。教会へ通じる道に出るはずです。進んでください。援護します。私だけじゃ手に負えません。今がチャンスです。倒しましょう。クソ、行き止まりか。他のルートを探します。馬の像のところで合流しましょう。待ってください。
さっきの廃墟でメモしたのがこの像のことだとしたら、ここを降りるのか。そのようです。大丈夫ですか？うん、俺のことはいい。この数字は何でしょう？意味があるように思えない。ちょっと待ってください。前にメモしたことが。生贄を正しき祭壇に捧げないといけないようですね。神への正しき道を開くために。
何か聞こえました。正解だったようです。開けてくれ。ジョセフ、どうした？さっきメガネ落としました。嘘だろう。
セバスチャン。引きつけますから探してください。死んだのか。すみません。別に見えないってだけじゃないんです。なぜか落ち着くんです。気にするな。キッドを探すことに集中しよう。ああいうところは昔から理解できんな。